もこんにちは、ヒカクゲームズです。今日もですね、ウニングレバープリ2020最新情報をやっていきたいなと思います。今回はですね、3月12日からやってきたアイコニックモーメントローマ徹底比較レベマ比較やっていきたいなと思っております。いやー、来ましたねローマ。アイコニック一応第3弾ということで、アイコニック環境になって早2週目になるんですけど、はい、今週はローマが登場しましたね。で、順番的にですね、公式サイトからミランとセルティックが来るかなって僕予想していたんですけど、はい、もう全然違う形で、はい、もう公式発表の外の外からローマやってまいりましたね。はい、で、搭載されたのはですね、この4名ということで、はい、バティストゥータ、カフー、中田秀俊、トッティ、こちらですね。僕ですね、正直言うとこの時って本当に小さかったので、サッカーのサの字も知らなかったんですけど、はい、多分ですね、懐かしいと思われる方もすごく多いんじゃないかなと思っております。やっぱこういうの見るとさ、アイコニックって企画自体はすげえいいなって思いますよね。まあ、やっぱり無課金には厳しいガチャではあるんですけど、はい、まあ、ワンチャンでも手に入れられる可能性があるっていうのはすごくいいのかなと思っております。で、個別のですね、比較に行く前に、現状ですね、告知されているアイコニックに関して改めて見ていきたいなと思います。で、ミランからライカールとファンバステン、セルティックから中村俊輔、レアルマドリードからカシージャス、モリエンテス、アトレティコマドリードからフォルラン、フェルナンド・トーレス、リバプール、シャビアロンソ、こちらがですね、公式サイトで告知されている搭載が確定している選手になります。なので、おそらくなんですけど、ここに何名か追加されてくるんじゃないですかね。例えばさ、リバプール、シャビアロンソだけとかだと多分かなりの沼ガチャになっちゃうので、はい、ここに2人とか追加されて 3,4 人搭載でチームごとにガチャが来る、そんな風な流れになっていくんじゃないかなとは思ってますね。はい、このあたりはですね、すごく楽しみにしながら待っていきたいなと思うんですけど、まあ、少なくとも例えばですね、どうしてもトーレスが欲しいって方はですね、はい、搭載は確定してますので、まあ、今ローマを引くべきかって判断の時にぜひ意識していただきたいなと思っております。で、改めてですね、アイコニック選手の特徴っていうのを振り返っていきたいなと思うんですけど、はい、アイコニックっていうのはライブアップレートが全て B 固定になります。はい、ここがですね、レジェンドと同じで、さらにですね、アイコニックだけの特徴として、公式発表の通りチームで使用するアイコンと所属チームが合致していると能力値がプラス2されます。なので、今回の4名に関しては手に入れた状態でローマアイコンで使用していただければ全ての能力値がプラス2ですね。で、僕総合値もプラス2だと思ってたんですけど、総合値は別みたいで、能力値プラス2の状態で総合値ももちろん上がるんですけど、そんな形になりますので、まあ強いよねっていう感じですね。で、今回のレベマ比較ではベースチーム使用状態と使用していない状態、この2つを出していこうかなと思っていて、前回ですね、ベースチーム使用時だけにしてたんですけど、まあ結構アイコニック増えてくるとベースチーム設定せずに使うっていうパターンも結構増えてくると思うんですよね。そうなるとどっちもあった方がいいかなと思ったので、はい、今回はそれでやっていきたいなと思っております。で、あともう一個、こちらのですね、アイコニックのレベマ比較に関しては評価はつけずにいこうかなと思っております。なんでかっていうと、強すぎるんだよね、みんな強すぎるから、なんかね、個別の評価ってよりもガチャ全体の評価をした方がいいかなと思ってますので、個別のレベマ比較を見ながら最後にですね、ガチャの評価総括みたいな形で進めていきたいなと思っております。まあ、美課金以上の人の判断材料になれば嬉しいかなっていうところですかね。はい、ということで、ごめんなさい、前置き長くなってしまったんですけど、各選手レベマ比較いってみたいなと思います。ということで、いきましょう、レッツゴー。はい、ではまず一発目はですね、バティストゥータ選手ですね。いや、ちょっとやばいよ、もう一発目からバケモン出てきました。はい、破壊力抜群のですね、センターフォワードがアイコニックに登場ということで、で、実はですね、この選手攻撃的な能力っていうのはもともと高いので、今回登場したアイコニックの中だと一番通常レジェンドとの違いは少ないのかなと思っております。まあ、もちろんスタミナの超強化とかはあるんですけど、攻撃的な数値に関してはもともと高いのが、まあ、安定的に上がったというところなので、はい、今回はちょっと一番最初に紹介させていただきました。とはめちゃめちゃ強くて、強化状態であればオフェンスセンスカンスト、決定力98、キック力カンストなので、得点能力っていう意味では現環境最強だと思いますね。いやー、これマジで強い、打ったら入るんじゃないですかね。で、さらにですね、やっぱりね、ボックスストライカーらしくフィジカルや空中戦の強さっていうのもあるので、普通のミドルとかね、シュートだけじゃなくてセットプレーにも合わせられるっていうのは魅力の一つですよね。で、あとはスキルですかね、豊富なシュート系にですね、ワンパ持ってますので、まあ、パスの能力結構低いんですけど、まあ、近距離のパスであればワンパでなんとかカバーできる範囲なのかなとは思ってますね。はい、で、通常の違いで言うと一番大きいのはスタミナの改善なんですよね。実は通常レジェンドだとレベマで80しかスタミナなかったので、ここがかなり低かったんですけど、プラス9されたっていうのは、まあ、地味なんですけど、現実的に試合で使う上にはかなり大事なポイントになってくるのかなと思っております。で、プレスタイル比較していくと、はい、得点能力、フィジカル、空中戦においてはボックスストライカー最強ですよね。このあたりはですね、プレスタイルとの噛み合わせいいですし、トップ
ップ数値取れてるっていうのはすごくでかいかなと思っております。で総合値もですね98までなんだかんだ上がってくるので、はい、見栄え的にもすごくいいですよね。で逆にですね足元とかはロマーリオとかエウベルあたりのが高いので、あとはプレイヤーレベルで、はい、何をボックスストライカーに求めるか次第ではあるんですけど、はい、かなりヤバい選手なのかなと思っております。ということで次行きましょう。はい、次はですねカフー選手ですね。カフーヤフーということで、はい、この選手通常レジェンドだとあんまり使われてる印象ないんですけど、多分このレベマ比較見たらちょっと使いたくなると思いますよ。はい、余裕で勝ちつかライトサイドバック任せられる能力値だと思っていて、見た瞬間にまず安定感やばって思いましたね。はい、でスタミナ以外はですね実は突出してる数値っていうのはないんですけど、まあディフェンス能力、スピード、パス、足元全てがですね平均点以上で欠点がないっていうのがやっぱりカフーの魅力なのかなと思います。でこれでですねライブアップデート B 以上確定でコンディション安定度7なので、いやもう困ったらカフーって考えで全然良さそうですよね。でスキルもサイドバックの中で枠が全部埋まっていて、まあピンポイントクロス、マンマーク、アクロバティッククリア、このあたりすごく嬉しいですよね。まあインターセプトがあったらマジで神だったかなっていうところですね。はい、で攻撃的サイドバックで比較していくと足元だったりとかパスとか、はい、攻撃的な数値やばいですよね。いやここマジで高くて、さらにですねディフェンス系も普通に強い、うん、アグレッシブネス87なんかも特設取れてますので、やっぱりバランス感素晴らしいなって思いましたね。でスピードも全然悪くないんですけど、まあサイドバックだとやっぱスピード速い選手多いので、まあ瞬発がちょっと低いかなってぐらいですかね。まあでもサイドバックでここまでトップ数値取れていて、はい、欠点がないって考えると僕はもうガチスカ全然あるんじゃないかなって思いましたね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね中田英寿選手ですね。初の日本人アイコニックということで、中田なんですけど、もうパーフェクトヒューマンです、ありがとうございますって感じで、めちゃめちゃ強いですね。はい、日本人忖度抜きでめっちゃ魅力的な選手だと思っていて、スキルも含めて強化のされ具合って意味ではこのガチャトップクラスだと思ってますね。で空中戦とかですねディフェンス系以外は全ての数値が85超えてくるということで、こちらも圧倒的な安定感ですよね。で身長はそこまで高くないんですけど、フィジカルコンタクトが93まであるので、はい、チャンスメーカーの中では珍しくゴリゴリ当たり負けせずにプレイできるタイプなのかなと思っております。でスキルもですね元々のワンパとかスルーパスは残しつつ、ミドルシュートと、あとはなんといってもスーパーサブですよね。はい、ここが追加されてるのが何よりもでかいのかなと思っております。でスパサブ時になると、はい、あのもう無双状態です。パスとか足元ほぼ無双で、中盤のですねスパサブ候補としては全然勝ちスカ起用もあると思ってますので、はい、日本人っていうのも嬉しいし、しかも強い、こんな最高なことないんじゃないかなと思っております。ということで次行きましょう。はい、次はですねトッティ選手ですね。このガチャ多分一番の大目玉だと思っていて、まあトッティだけにね、この機会にトッティを期待選手の一人ですよね。はい、アイコンのですねお腹チラ見せもですねめちゃめちゃいい感じですよね。でナンバー10なのとスピードが結構低いので、まあ使ってみると若干ね難しいところあるかもしれないですけど、はい、まあでも能力めっちゃ強いですよね。上の方の能力値バグ設定ミスかなって思うぐらいで、はい、オフェンスセンスから決定力までの数値がほぼ95超えてますよね。なので、まあ、パス、ドリブル、得点、何でもできる選手で、しかもここにボディコンとフィジコンが共に92まで上がってくるんですよね。なので、当たり負けない強さもあるってことを考えると、いやー、これは本当に魅力的な選手だなって思いましたね。で、スキルもですね、ワンパワンシュー持ってますし、逆足も高かったりとか、はい、レベマ総合値も99まで上昇しますので、はい、これはまあ、超大目玉だし、多分このガチャの中だと一番欲しい方多いんじゃないかなと思っております。で、プレスタイルナンバー10なんですけど、ナンバー10無視してセンターフォワード起用とかされる方もすごく多いので、ぜひ当たった方はですねそういったところも試していただきたいなと思っております。で、ナンバー10プレイスタイル比較していくと、ナンバー10はですねやっぱマラドーナがねぶっ壊れてるんですよね。通常レジェンドでぶっ壊れているんですけど、トッティもですね相当な怪物だと思っていて、パス系はですねピッチなんか抑えてナンバー10最強ですし、あとは得点能力ですよね。はい、ここがマラドーナと同レベルかそれ以上だと思っていて、オフェンスセンスと決定力では負けているんですけど、キック力がですね頭一つ抜けてますので、はい、このあたり総合的に考えると得点能力は実はトッティの方が高いんじゃないかなと思っております。でフィジカルなんかはですね頭3つぐらい抜けてますので、いやーこれちょっと使いたいというか、めちゃめちゃ当たりだなっていうのはこれも見て思いましたね。はい、ということで一気にですねレベマ比較4名やらせていただきました。でこのガチャの総合評価なんですけど、でやっぱねアイコニックはね結構厳しく評価していかなくちゃいけないなと思っていて、なんでかっていうとアイコニックって基本全員強いんで、そりゃ引けるなら引きたいんですよね。なんかレストランで一番高い1万円のコースみたいな感じなんで、そ
そりゃ行けるなら行きたいけど、それだったらお金いくらあっても足りないよねみたいな感じなので、勝負どころはですねかなり厳しく見極める必要があるのかなと思っております。っていう中で今回のローマガチャ見ると、もちろん魅力的だし、特に中盤で優秀なトッピー&中田英寿選手なんか当たるとかなりですねいいなと思いつつ、前回のですねルンメニゲみたいな、なんか誰でも使えるぶっ壊れ選手みたいのはまあちょっと少ないのかなって印象はあるので、美化金とかだったらめっちゃ無理して引くべきガチャではないのかなって思いましたね。なのでざっくり ABC で評価するなら B みたいな感じですね。はい、そんな感じで僕は思ってますので、もうもちろん引ける方はですね存分に引いていただいていいと思うんですけど、はい、美化金以上の方はですね多少参考にしていただけるとすごく嬉しいなと思います。ということで今回ですねアイコニックローマひっきり比較させていただきました。まあアイコニックに関しては選手数少ないんですけど、その分ですねできるだけ解説とか比較をがっつりやっていくスタイルでいこうかなと思ってますので、今後もやっていきたいなと思います。ではですね今回動画以上で終わっていきます。いいと思ったら高評価チャンネル登録お待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。